勝負の済んだところで今回の出来事のポイントを。コホン、えへ、つまり地球と呼ばれるこの世界そのものが持つ力と魔導士の力を合わせて共鳴させて大きな力にするのさ。ふむふむ、共鳴によって発生するエネルギーを利用すれば僕たちは元の世界に戻れるし、降ってきているぷよぷよも全部なくなるし、おまけに空間の歪みのようなものもなくなるはずなのさ。すごーい。なんかまとまりがありすぎて気になるよ。すべては計算通りさ。実はほとんどアルルに聞いた話だけど、せっかくだからもう少し詳しく理屈を解説してあげるよ。気になるポイントは多いけど、まとめると地球が強いパワーを放出している場所、つまり世界の七不思議スポットで7人のぷよ使いとぷよぷよ勝負をして勝てということだな。世界の七不思議スポットってそれはここから遠いの？遠いといえば遠いけど、この町の駅からはいろんな土地へ直通で行ける電車が出てるから乗りっぱなしで OK だよ。へえ、すごーい。でも電車って何？乗ってるだけでいろんなところに行ける乗り物だよ。なんかよくわからないけどちょっとドキドキかも。では早速行こう。すべては計画通り。負けないからね。全部解いちゃうよ。じゃんじゃかばばばーん。まず最初のスポット、ネス湖に到着しました。直通急行という早い乗り物らしいけど結構時間がかかったね。リンゴちゃんが持っている本に書いてあった。古代生物の生き残りネッシーって本当にいるのかな。早っ。美少女コンテストの参加者？ライバルは一人でも減らさなきゃ。発想が自由すぎてドキドキするけど、この人が多分最初のぷよ使いだな。ま、何はともあれ
レッツ強勝負。お前が欲しい。